どうも、タックです。というわけで、今回はね、バケット作っていこうと思います。バケット作るんですけど、今回はね、バケットを使って、ね、簡単料理をね、一品作っていこうと思います。で、今回紹介するのはね、こちらタプナードソース。まあ、聞いたことある方もいるかもしれないんですけど、フランスが発祥のね、ソースになります。料理とか、まあ、パスタとか使われたりもするんですけど、今回ね、それをね、フランスパンにスライスして塗って食べてみようと思います。で、どういうソースかっていうとね、まあ、材料としてはオリーブ、まあ、ブラックオリーブとアンチョビ、ニンニク、あとね、今回は使おうと思うんですけど、まあ、ケッパーとか、あとね、パセリとかを使ったものになりますね。本当にこれ、ね、刻んでね、あと混ぜ合わせるだけでとってもね、手軽に作れるものになります。はい、というわけで、ね、早速ね、バケットの仕込みの方からやっていきましょう。で、モルターはね、あらかじめ水に溶かしておいてください。はい、こんな感じでね、粉気がなくなるまで生地こねました。はい、そしたらね、ここからね、オートリーズ取っていきましょう。はい、そしたらね、オートリーズ終わりました。で、ここから、そしたらね、ここからね、サイドまたこねていきます。で、イースト入れたらね、イースト見えなくなるまでね、混ぜていきます。はい、そしたら次、塩加えていきます。しっかり混ざっちゃったね、この台に出してあげます。はい、そしたら生地を叩いていきます。ここでね、しっかり叩いてグルで強化してあげます。はい、そしてこれで、ね、仕込み完了なので、四箱を刺していきましょう。はい、そしたらね、パンチやっていきます。バケットは特にね、ボリューム大事になってくるんでね、しっかりとね、パンチやってあげてください。水分量のね、すごい多いバケットだとね、中にはね、2回とか3回ね、パンチやったりするね、ものもあります。今回ね、1回だけですね。はい、そしたらもう30分発酵させていきます。はい、発酵は種に向かってやっていきます。で、ね、自分はね、2つ分で作ってるんでね、2等分にするんですけど、1つで作ればいいね、分割しなくて大丈夫です。丸めのやり方なんですけど、普通のソフト系のパンみたいに丸めちゃうんじゃなくて、中のガスをね、抜かないように生地を張らせるだけにしてあげます。はい、こんな感じで、ね、丸めてあげます。中の気泡を抜いてしまうとね、気泡がね、小さくなってしまうんでね、焼き上がりね、ソフト系のパンみたいなね、もっちりした感じになっちゃうんでね。はい、そしたらね、10分か15分電子タイム取っていきます。はい、それではやっていきたいと思います。上からガス抜いてあげて、裏返しにします。裏返しにしたら、少しずらした状態で重ねてあげます。で、またね、平たくしてあげてください。で、そしたら今度ね、上から中心に折ってあげます。で、最後に閉じて細くしてあげ
ます。軽くね伸ばしてあげてください。そしたらね、一度平たくガス抜いてあげます。この時にね、厚さがね均等になるようにね注意してあげてください。最初さ、ここからね三つ折りにしてあげます。最初ね中心ぐらいまで、この時にここがねしっかり入るように注意してあげてください。最初さね、こんな感じでパンマットにのせてあげたら、両側ね、箱に作ってあげます。バケット生地にね、常温発酵でやっていくので、生地が乾燥しないように、上からね、濡れ布巾とか濡れたキッチンペーパーとかでね、乾燥していただきます。はい、そしたらね、この状態で二次発酵させていきましょう。はい、二次発酵はね、最後の仕上げやっていきたいと思います。最初にね、鉄板にね、フランスパン生地移してあげます。はい、そしたらね、クーブ5本入れていきます。最後に全体キリキリしてあげます。はい、そしたらね、これで仕上げ完成なので焼いていきましょう。はい、というわけでね、バケットの方焼き上がりました。はい、そしたらね、次はね、タプナードソース作っていきたいと思います。はい、そしたらこれで、ね、タプナードソース完成になります。はい、というわけで、ね、先ほど作っていたタプナードソースね、ちょっとつけて、ね、食べてみたいと思います。じゃあね、早速食べたいと思います。いただきます。これめちゃくちゃ美味しい。オリーブオイル入ってて、でオリーブも入ってて、で、さらに塩気があるんでね、すごいね、よく合います。まあ、このソースね、パスタとかにもね、すごいよく合うものになるんでね、ぜひね、パスタね、作るときはね、これ作ってみてください。とっても美味しいです。もしよかったら、高評価とチャンネル登録の方よろしくお願いします。次回もまた見てください。バイバイ。